思えばその時が一番幸せだったかもしれない。俺自己中なところあるから前のこと振り回しちゃうかもしれないけど、でも一生大事にするから、俺の奥さんになってくれますか？はい。だけどこの幸せが一人の少女によって壊されることになるなんて。絶対幸せになろうね。この時の私には知る由もなかった。うちの奥さんあんま困らせないで。うわ、出たー、へい、旦那の登場でーす。よっ、ケス先生、愛子さん、愛子さん、行こう。改うな。ほら、静かにしないと成績に響くぞ。さすが陽介。俺がいないとガキを静かにさせることもできないのかよ。お前がそのレベルだと旦那である俺の評価にまで響くだろうな。そんな言い方しなくたって。社長令嬢違うね。マジで何でも手に入るじゃん。うん、ユラが手に入れられないものなんて何にもないよ。埋蔵のやつ。先生、さよなら。さよなら。相談って一体何だろう。どうした？助けて先生、助けて。何言ってるんだ。いや、だってユラちゃんが。言い訳すんな。ベースに行ってろ。このこと絶対誰にも言わないで。パパとママに心配かけたくないから。でもそれだと。お願いです、陽介先生とユラだけの秘密にしてね。うわ、こいつやっぱ可愛い顔してるな。家まで送るから。僕ら愛してるふりしてさ、やめないで、やめないで、もう一度だけ遥か。陽介先生、ユラね、のことずっと前から好きだったんだよ。前園、誰にでも気軽にあんなことするなよ。好きだからしたんじゃん。なんで分かってくれないの。分かった分かった。こいつ顔はいいんだけどちょっとめんどくさそうだからな。それがなければ一発くらいやってもいいんだが。ねえ、最近萌先生とエッチしてるの。あんたが飲み会参加するの珍しいね。うん、さては旦那さんと喧嘩でもしたな。可愛い喧嘩っていうか倦怠期っていうか。最近言い方とかも容赦ないし冷たいなって思うことが増えてさ。倦怠期嫌だよね。一
つからこんな風になっちゃったんだろう。うん、おいしい。西野、久しぶり。松永君、同窓会とか参加しないって聞いてたから今日はラッキーだった。よー、エイジ、お前弁護士やってんだって、この有料物件か。ちょ、怒って。弁護士なんだ、すごいね。全然、不倫が原因の離婚調停とかそういう仕事が多いけど。不倫なんて男の解消だろな。これは黙っとけ。あとお前はできない。いや、俺できないから。松永くんすごいんだな。もし松永くんみたいな優しい人と結婚できてたら。はい、じゃあ2時間カラオケ行く人。はい、西野、はい、私は帰るよ。これ以上遅くなったら旦那が怒るから。無理的な。まあいい、束縛激しいよ。また浮気するらしいぜ。行こうよ。西野、あのさ、ごめん松永君、やっぱり私帰らなきゃ。そっか。また飲もうな。いるかな。ただいま。遅くなってごめんね。久々だから盛り上がっちゃってさ。アイス買ってきたよ、食べない？松永君、高校の時ずっと好きだったけど結局思いは伝えられなかったんだよね。素敵な大人になってたな。今すぐ前を抱きたい。今日どこいたの？同窓会とかするよ。へえ、だからこんな短いスカート入ってた。違うよ。激しくしてごめんな。疲れた。先シャワー。陽介から求めてくれたのが嬉しい。なんで、果てた時頭に浮かんだのは舞じゃなく。ねえ、最近舞先生とエッチしてるの？その反応はしてないんでしょ。陽介先生かわいそう。ユラが慰めてあげる。お前何してんの？嫌なら辞めるけど。どうする？嫌じゃないんだ。じゃあユラたち両思いだね。続きはまた今度ね。あのせいで前園で行っちまったんだ。学旅行の説明するからみんな座れ。なんで前先生も？陽介先生の手伝いよ。ほんと二人ってお似合いっすね。これ修学旅行だからさ、同じ部屋になるじゃないですか。どっちだって。あー、同じ部屋って言ってよ。なんか二人に強がってる。言ってる。前園さん、前園大丈夫か？前園
保健室に運ぶから、あとは頼むぞ、前。あ、うん、わかった。剣の先生いないのかよ。お前体調先生と注意したら治っちゃった。仮病かよ。だって前先生とイチャイチャしてたから今寂しかった。ねえ先生、ここで昨日の続きしよう。誰か来たらどうすんだ。授業中だから大丈夫だ。先生だって気持ちよくなりたいんでしょ。だから昨日会いたいって連絡くれたんだよね。ユラには分かるよ、先生の本当の気持ち。先生好き。